バジリカ・ウルピアは古代ローマ時代の公会堂で、ローマのトライアヌスのフォルム内に建てられていた。同フォルムと同時期の112年頃完成したと推定されている。ローマ帝国第13代皇帝、トライアヌスの名マルクス・ウルピウス・ネルーア・トライアヌスに、ちなんで名付けられている。皇帝たちのフォルム内での一単行、トライアヌスのフォルム、大々色、バジリカ・ウルピア、泡大々色、 トライアノスの史上19世紀に描かれた創造図バジリーカウルピアはローマ帝国の司法、行政を司る行政機関の建物であり宗教関連施設ではない。フォルムロマルムにあるバジリカアエミリアとバシリカユリアが果たしていた司法、行政庁の中心機能は4世紀にマクセンティウスのバジリカが建てられるまでこのバジリカに置かれていた。 バジリカ様式の建物の規模は117メートル55メートルで、中央の振動とそれを取り囲む両側の2、縦列中廊で構成されていた。側廊で囲まれた振動の最高のため、振動上部は高窓となっていた。天井高さは50メートルであったと推定されている。バジリカ内部には、滝や戦争での戦利品が飾られていたようである。構成。 コンスタンティヌス一世によりキリスト共同建築のモデルとされたためバジリカ建築とキリスト教が結びつけられるようになった。ありがとうございます。